驚愕の真実。平野紫耀の CM 待ちが招いたミュージックステーションの天国と地獄、ミュージックステーション。2022年11月4日、ミュージックステーション、M ステの舞台裏には、キングアドプリンスの熱狂的なファンが静かに座り、のんびりと番組を楽しんでいました。しかし、その夜、予測可能な展開が待ち受けていたのです。15ヶ月後、平野紫耀がデジタルハリウッド大学のテレビ CM に登場するとは、 誰もが予測できなかった出来事でした。その瞬間、平野賞の魅力が新たな局面に踏み出しました。2月16日のエステ2時間 SP 内で放送された60秒特別バージョンの CM は、まるで天からの贈り物のようでした。20時43分からのわずか1分間、視聴者は平野の言葉に耳を傾け、彼の人生哲学に触れました。生きるなら、自分を生きよう。2024年編では、 後輩に進路相談を受ける平野が夢を追い求める真剣な姿勢を披露しました。彼の言葉は夢を実現する喜びと苦労を包み込んでいました。この CM の影響は放送後に一気に拡散しました。YouTube では CM は2月19日現在で22万回以上も視聴され、大学のサイトには放送後1時間で1万3000件以上のアクセスが集中。平野のメッセージは 多くの人々に勇気と希望を与え、社会的な共感を呼び起こしました。この特別な CM がもたらした反響は、単なる広告の枠を超えて、社会全体に影響を及ぼしました。平野と神宮寺優太、た、木ゆたの3人がジャニーズ事務所を離れるという発表は、ファンを驚かせました。これは、エステ出演後の2022年11月に行われたものであり、ファンはネット上で次なる平野の登場にワクワクしました。 放送終了後、視聴者たちはオンラインのコミュニティで興奮と感動を分かち合いました。平夜の CM が放送されると、掲示板は一気に盛り上がり、ファンたちはその瞬間を共有しました。しかし、CM が終わると、番組のリアルタイム視聴掲示板は異なる雰囲気に変わりました。村上信吾が MC として一人で喋り続け、他の出演者が何も話さない状況に、視聴者は戸惑いました。この一夜の出来事によって、 視聴者たちは番組のあり方に疑問を投げかけ、議論が巻き起こりました。スーパーエイトの出演が番組スポンサー枠の変更と関連していることもあり、視聴者は新たな展開に期待を寄せました。視聴率が6%台と振るわない状況にもかかわらず、平夜の登場は一瞬の輝きをもたらし、視聴者たちに新しい興奮を与えました。 次回のエムステは3月8日に予定されており、ファンはますます続くドラマティックな展開に期待を寄せています。これらの出来事は単なる音楽番組の枠を超え、社会的な影響を与える力を秘めていることを示しています。平野史洋の輝かしい一歩が、ファンや視聴者たちに新たな可能性と未知の冒険をもたらしてくれることでしょう。